はい、始まりましたゆるふわタイム、 MC の木島あすかです。皆さん覚えてますか？沖縄でのライブ配信でコメントを通じて皆さんと相談して決めた企画、ソロキャンプにやってきました。ジェイタも一緒です。はい、というわけでカレー作りを今日はやるんですけれども、火起こしから何から何まで私一人でソロキャンプということでやろうと思います。頑張ります、楽しみます。これから火起こしをやりたいと思います。こちらはですね、アスカチャレンジを行って正解か失敗かで火起こしの道具が変わるそうです。アスカチャレンジ成功したら、ガスバーナーを使える、失敗したら火打ち石。結構ガチな野生的な感じの、やり方で火起こしを行うっていうことみたいです。さあ、これですね、これがガスバーナー、成功したらガスバーナー、失敗したら火打ち石。いや、初めて見ましたもん、火打ち石とか。大丈夫かな。で、まずここに4つチャレンジがあるんですけれども、1万人を目指す配信の時にやったチャレンジなんですけれど、めちゃくちゃ難しいのよこれ、本当にね、一個も入らなかった。だからちょっと一回ここはこれやってみようかなと思います。お箸でつまむ系の、つまんで移動する系だよね。いや、ちょっとね、私も日本人なんでお箸はね、もう使い慣れてますから当たり前ですけれども、頑張りたいと思います。30秒で10個いけるかな。3、4、5、6、7、8、やばい、残り5秒、やばい、8、2、1、やばい。嘘でしょ。というわけでこちらの火打ち石を使って火起こししたいと思います。いやー、いけるかな、ちょっと不安だけど、よし、ちょっと頑張るわ。もうここをそのタワーみたいな感じにしてやるとね、いいらしい。怖いよ。いきます。おあれもいいんじゃない。どうしよう。手持ちのカンペにヒントがあるらしい。火がつかなければサポート道具をかけてアスカチャレンジ2。あ、これでサポートのアイテムがゲットできるってことかな。やります、やります。アスカチャレンジ2を行った場合、火打ち石をゲットした場合は朝日もをゲットできるみたいです。いや、これはめちゃくちゃ大事で、残ってるのやばいんよこれだね、朝日も。どうしよう。ちょっとピンポンはかなり絶望的なんで、風船いきたいと思います。風船は膨らませた状態の風船をヘディングで10秒間持たせるみたいです。 OK、 じゃあやります。これ2つ、いや、無理絶対無理。どうすればいいんだろう。5秒、 OK です、 OK です。いきますよ、せーの、ほっ。どう、誰も食べない。ちょっと数えててくださいよ。数えてくださいね。せーの、1、2、わあ、無理だって。2秒。いや、無理。行きます。ほい。いや、ちょっと投げるのが失敗する。
やばい、風船に遊ばれてる。行きます。いや絶対無理、絶対無理ですよこれ。3個目いければ。あ、オッケーオッケー、いきますよ。やったあ、危なかった。朝ひもがゲットできなかったら火起こしで一日終わるところだった。さあ、というわけで朝日もゲットしました。いきますよ。え、怖いよ。え、本当来る？え、来るのこれ。あ、来た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 、やばいやばいやばい、ちょっと待って。はい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 、怖い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 。え、映ってなくない？映ってなくない？あー、何がダメだったんでしょうか。優しく見てほしい。優しく見てですよね。まだあるんですか、朝日も。え、でも朝日もにはつきましたよね。私がバーンって投げたから悪かった。お、燃えた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 。いいいいいい、いいぞいいぞいいぞいいよ。火に移って頑張って頑張れ。ってる。あ、あ、行って、来た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 。あ、どうだどうだどうだどう、来てる。ちょ、もう引火させるわ。カルシファー先生、先生、消えました。雪を降るだけ、ゆるく細くじわじわと長くできるだけ拭いてもらえる。はい、これでいかなかった、やばい。いきますよ、いきます。来た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 。よしよしよし。これでもう大きいのいきますかね。まだもうちょい。来た来た来た。すごい。火打ち石って本当に火起こせるんだ。すごい。どう、大丈夫？大丈夫かな？
さあ、それでは炊飯をしていきたいと思います。使うお米はこちら、岡山県おいしい岡山より4年産キャンプライス4ソロキャンパー5個入り。ソロキャンプや必要な分だけお米を用意したいというグループキャンプの際にぴったりな少容量のお米です。お米を取り出した後の空き袋はそのまま計量カップ代わりに使用できるので水加減もバッチリです。あ、無洗米なんだ、ありがたいですね。おお、入れて、めちゃ便利だね。こんなもんかな、こんなもんかな。えい、はい、おお、いいですね、便利。はい、いきまーす。でん、はい、というわけで今日初めての火起こしに挑戦しました。面白かったなと思ったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。次回は早速カレーを作っていきますので次回もお楽しみに。バイバーイ。今日の、ソロキャンプのお米気になった方は概要欄に詳細貼っておきますのでよかったらチェックしてみてください。